板橋区立金沢小学校は東京都板橋区にある公立小学校。1951年に板橋第四小学校の文校として授業を始め、1952年に金沢小学校として設立された。通称、金沢小。金沢の由来は、江戸時代に加賀藩の約21万坪に及ぶ広大な下屋敷があったことに由来する。 金沢学校は1951年11月に板橋第四小学校の分校として授業を始める。1952年1月金沢小学校ができる。当時の5年生から1年生までが小雨の降る中自分の椅子を持って今の金沢小学校へ引っ越してきた。東京都板橋区の東端部に位置する。北で稲荷台。 東で、北宅上十条及び十条台、南で板橋、西で中宿と隣接する。町域の中央を東西に石神川が流れ、東辺に JR の鉄道路線が走る。町域内には住宅のほか、多数の中小の工業施設が立地する、重厚混合市街地を形成している。また、町域北部の加賀二町目に、帝京大学板橋キャンパス、及び、 帝京大学医学部附属病院が置かれている。かつては、加賀藩百万国の下屋敷があり、明治9年に、下屋敷内に、板橋火薬製造所が作られ、戦時中は、軍需施設として利用されていた。戦後、戦災にあった企業や学校が、相次いで、旧施設を借用し、現在もその名残が強く、工場や、文教施設が多い地域である。 昭和60年代から、地区内の大規模敷地で営業を続けてきた企業が、その土地を民間デベロッパーに売却し、分譲マンションの建設が多くなり、現在も分譲マンションの建築が進んでいる。帝京大学板橋キャンパス、板橋区立金沢小学校の親父の会について、お父さんの活躍だけが取り沙汰される親父の会だが、そもそも親父の会の設立の経緯は、 PTA も含めた学校行事に仕事の関係でなかなか参加できない。しかし子供たちのために何かしてあげたいと思っている保護者許しが平日の学校行事の参加は難しいが休日であれば何かお手伝いができると考え立ち上がったのが始まりである。親父の会では普段は忙しく会う機会の少ない金沢小学校の保護者間の親睦を図り 様々な情報交換を行う場を作ろうとしている。また、金沢小学校へ通うすべての児童の親父として、金沢小学校、PTA と協力してより良い、金沢小学校を築くお手伝いそして、金沢小学校全児童のための活動を行っている。PTA 同様に子供たちのために始まった会であるため、学校行事や PTA 行事にできるだけ、 協力参画したいのだが、いかんせん特に小学生の父親たちは、皆30代から40代と会社の中では一番重要な、主戦力である。出張や休日出勤、残業など予定外の仕事がたびたび舞い込む。そのため、なかなか打ち合わせなどできないのだが、携帯やメールが普及したおかげで、 実際に集まって打ち合わせを行わなくてもメールのやり取りでこなすことができるようになったことがサラリーマンでも参画可能になった要因の一つとして挙げられる。PTA の係や委員だと何らかの行事やイベント時にはかなりの拘束力がありそうだが親父の会は参加できるときに参加するサラリーマン集団として仕事や家庭の事情での予定変更や欠席も 問題ありませんの拘束力のなさが PTA 活動との違いであろう。ただし親父の会主催のイベントでは必ず参加できそうなメンバーが何名いるかなど事前確認をもちろん実施しており当日の参加メンバーが想定外だった場合の対策なども企画段階で考慮しており会社の業務さながらの緻密さが取り得だ。平成13年には 勤労者マルチライフ支援事業の一環で厚生労働省の企画によるボランティアの不親父の会の VTR が金沢小学校を舞台に作成され金沢小学校の親父の会と金沢クラブが勤労者ボランティアのモデルとして紹介されたこの VTR は財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団から全国の中小企業経営者に配布された 金沢クラブについて、平成13年9月27日、板橋区教育委員会より、学校開放協力会の設立の要請が、板橋区小学校 PTA 連合会にあった。上記要請を受け、平成13年10月、校長先生を交え検討を行い、親父の会に、学校開放協力会の設立のための窓口を、お願いすることになった。親父の会では、 11月8日に、板橋区教育委員会のとの会合を持ち、学校開放協力会の設立のための話し合いを行い、板橋区教育委員会より、親父の会が窓口となり、学校開放協力会を設立し運営することが了承された。さらに、平成14年に、金沢小学校が学校開放の重点校の指定を受けたことを機に、 学校開放協力会設立のため、学校開放推進支援会を、親父の会をメンバーとし設立し、活動を開始した。平成15年度からは、学校開放協力会の運営も定着してきたことから、上記、学校開放推進支援会はその役割を終えて、廃止され、現在は、金沢クラブが、独立的に生き生き、寺子屋プラン事業を行っている。 板橋区立金沢、小学校年間行事予定表板橋区立金沢、小学校、金沢小学校創立50周年記念誌、板橋区立金沢小学校観光物、番号13から59、さひのきのび教育賞、ABPTA 有志の男性が、親父の会を立ち上げた、事例日本財団図書館環境大臣賞 AB、生き生き。 テラコヨプラン事業ワンモアライフ勤労者ボランティア賞2006年2月6日、板橋区立小学校学校別通学区域1ラン2014年8月1日、板橋区立中学校学校別通学区域1ラン2008年4月1日、チャートでわかるカウンセリングテクニックで高める、教師力4保護者との信頼関係を作る、カウンセリング編著者名、諸富義彦。 シリーズ編集代表、土田祐一、小柴隆子、編 ISBN978 から4から 324092439PTA、親父の会との関わり方第2章第4節、勤労者マルチライフ支援事業、勤労者マルチライフ支援事業勤労者ボランティア、ネット企画、厚生労働省、財団法人勤労者リフレッシュ事業振興財団、制作、 株式会社インターボイスボランティアの風親父の会、板橋区立金沢小学校板橋区立金沢、小学校親父の会板橋区立金沢、小学校金沢クラブ。ありがとうございます。